勝又恒久は東京電力の第10代代表取締役社長、福島第一原発事故当時の代表取締役会長である、電気事業連合会会長、日本原燃株式会社会長、日本原子力発電取締役などを歴任した。東京府東京市出身、後に代々木ゼミナール創設者の一人となる、勝又旧作の4男である、 世田谷ヤ区立大使道中学校、東京都立新宿高等学校、東京大学経済学部卒業。1963年、東京電力入社。新日本製鉄元副社長、九州石油元会長の勝又隆雄は、実刑で、丸紅元社長の勝又則尾は実刑である。高尾、高級、則尾で、産業界の勝又三兄弟として知られた。 他の二人の兄弟は、勝又邦堂、日本道路公団元理事、勝又静夫東京大学名誉教授である。業界切手の合理主義者。料金課長だった1980年代の第二次、石油危機では、大口需要家の猛反対を押し切って、電気料金を5割値上げした。社長時代は、原発の検査で予定より早く作業を終えた、下請け企業に支払ってきた。 報奨金の制度を廃止した。2002年10月、原発データ改ざん事件で隕石辞任した南直也の公認として東京電力社長に就任する。仙台社長の南直也と同じく企画畑出身で電力自由化への対応、通信分野への本格参入を手掛けてきた。原発データ改ざん事件の際は、社内の調査委員会の委員長を務め、 手腕を発揮した。社長就任後は、独占事業のぬるま湯につかる社員に競争意識を植え付けた。上剃り勝又の異名を取った、社長在職時は、社内改革、特に原発部門を含めた部門交流に尽力したが、先代に引き続き多くの不祥事を露呈した。周囲には、そろそろ疲れてきたと漏らすもの,の、の他電力への影響を恐れ、 辞めるに辞められない時期を過ごした。2008年2月、柏崎刈羽原子力発電所のトラブルの責任を取り引石辞任する。引石辞任の契機となった柏崎刈羽原子力発電所のトラブルの際、当時の経済産業大臣、甘利明から深夜に呼びつけられ、厳重注意を受けた。代表権は保持したまま、東京電力代表取締役会長に就任した。 社でも協議会の初代会長の役職にもつき、電気自動車の普及活動をしていた。2012年6月27日の株主総会で、福島第一原子力発電所事故を受け、西沢敏夫社長、鈴木のりを副社長、藤本隆副社長らと共に役員を退任し、東京電力社有日本原子力発電の取締役に、 福島第一原子力発電所事故後の2011年6月に就任東京電力取締役会長退任後も同社取締役に泊まっていたが2013年6月の人事で退任となった。これにより東京電力関連の全役職から退任することとなり下神戸和彦会長及び広瀬直樹社長ら新経営陣の 旧経営陣への決別の意思の表ああれとされた。ありがとうございます。